ブラックアイリッシュという言葉は地域によって異なる意味で使用されている。アイルランドでブラックアイリッシュといえばアフリカ系の黒人の血を引いたアイルランド国民を指す。サッカー選手のポール・マグラーやクリントン・モリソン、ミュージシャンのフィル・ライノット、ポップスターのサマン・サム・ウンバがこれに該当する。黒髪を持つアイルランド人の分布。南西部に行くほど多くなる。アメリカ合衆国で ブラックアイリッシュというと、アイルランド系の人間のうち、瞳と髪が黒いものを指す。彼らは、明確な根拠はないが、イベリア半島出身者の子孫と伝えられている。このブラックアイリッシュの起源については、様々な属説がある。中でも有名なのは、無敵艦隊の船員たちの子孫という説である。しかし、史実に照らし合わせると、無敵艦隊の船員たちは、 ほとんどが浜辺で殺された上、少数の生き残りもアイルランドには、ごく短期間滞在しただけで、早々とスペインに逃げ帰ってしまったので、この説には信憑性が乏しい。確かにごく少数の生き残りは、ヒューオニール・アイルランドの属徴の用心棒として、生きながらへ子孫を残した可能性があるものの、数から言えば非常に少ないのである。彼らは古代にアイルランドへ漂着した。 海洋民フェニキア人の子孫だという意見もある。しかしブラックアイリッシュの遺伝子を分析しても、専務語系人種との接点は見つからなかった。そもそもブラックアイリッシュは、未だかつて人種として分類できるほど多数存在した、試しがない。この場合は、要するに、茶色の髪、金髪や赤毛といった色素の薄いステレオタイプな、アイルランド人のイメージにそぐわぬ南方的風貌の、 アイルランド人がいる理由を説明するために、ブラックアイリッシュという概念が作り出されただけの話である。このほか、アメリカでは、インディアンや黒人その他有色人種の血を引く、可能性があるものが、自らの肌の色を説明し、人種差別を避ける意味で、ブラックアイリッシュ、ブラックダッチ、ブラックジャーマンなどと自称することがある。カリブ地方では、アイルランド系奴隷と黒人奴隷の子孫を、 ブラックアイリッシュと呼ぶこともある。この用法でのブラックアイリッシュはとりわけモントセラトに多いが、これは植民地時代にイギリス人がアイルランドから奴隷たちを連れてきて多数定住させたためである。後に西アフリカから黒人が連れてこられたためにアイルランド系奴隷は解放されたが、名前だけはアイルランド人のものを黒人が受け継いだ。したがって未だにこの地域には、 アイルランド系の名字が多い。これはちょうどアメリカの黒人奴隷が白人の奴隷所有者たちの名字を名乗ったのと似た構図である。ありがとうございます。